頑張ってとね、また明日も試合あるよということでちょっと一言いただいて、ね、締めたいと思います。はい、マシどうぞ一言何か、始球式もう一回やらせてでもいいですしなんか最後監督にねお願いします。パパ明日も仕事頑張ってねあ、いい、これ最高の癒しに癒しでなんかファミリー感出るじゃんね。ここで放送席に登場していただきましょうか。本日のまずは解説、元新潟の投手コーチ、また現役選手としても活躍されました中山隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ初解説です、一言お願いします。頑張ります。はい、非常に気合が入った一言いただきました、ありがとうございます。そして今日始球式を行ってくれました解説のスペシャルゲストはNGT48 の増下佳穂さんです。よろしくお願いします。はい、NGT48 増下こと増下佳穂です。よろしくお願いします。始球式を終えてどうだったですか？はい、ちょっとまさか寺内監督が打席に立っていただけるとは思っていなかったのでめちゃめちゃ嬉しかったです。送りバントという感じでしたけどね、はい、さすが2番バッターですね、はい、ちょっと私の抜けた球をちゃんとバントしてくださってちょっとありがたかったです。とても会場も盛り上がったという始球式でございます、ね、はい、今日はあの野球好き、アルビ好きを存分に発揮してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。中山さん、この緑森は現役時代またコーチ時代の思い出などありますか？ありますね、投げさせていただいて、あのブルペンがすごく中が綺麗なんですよ。新潟県でこれだけ綺麗な球場ってあまりなかったので、でもただ打たれましたね。中山さん、現役時代サウスポー打たれた記憶しかないという。はい、ボール外れて、まあ、スリーボールワンストライクですね。これはヒッティングチャンスですね、はい。まあ、石森選手はここまで5つの盗塁決めてますしね、あの、まあ、数字だけじゃなく本当に足もあるんで、ここは走っても面白いですよね。チャンス動かしていっていいところですよね。そうですよね、ストライク欲しいですからね。おお、いい当たりです。バディーダーダリーフト線入ってフェンス直撃、一塁ランナーが回ってホームクロスプレー、ランニング、ナイスバッティングでしたね。ナイスバッティングでした。思わず私解説ずっと忘れて普通に見てスタンドにいるような気分。いや、素晴らしい、ナイスバッティング。スリーボールワンストライクから甘い球をレフト線フェンス直撃のツーベースヒット、ランナー一塁ランナーはホームに生還、はい、先制点新潟が入りました。まあ、今リプレイ入ります。インコースの少し甘いコースですかね。やはりそうですね、フェンスダイレクト手前から手前ですかね。あのやはりストライクストレートで欲しいところを狙って狙いましたね。素晴らしい、ナイスバッテリー、山岡選手、トップの阿部です。ルーティーンって結構ありますよね、各選手もね。はい、阿部選手は特に特徴的だなと。ですよね、はい、マッシュもないですか？マッシュもルーティーンは。私のルーティーンは、まあ、それこそこの始球式の前に投げる前にこう、はい、手でボールを握るっていうのを前回良かったので今回やろうと思っていたんですけれども、はい、ちょっと寺内監督が打席に立ってて緊張して、ワンボールワンボール、ワンアウト1、2塁ですね。チャンスが広がりましたね。ルーティン忘れちゃったわけですね、マッシュ。忘れてしまいました。だからちょっと思うようなボールがいかなかったのかもしれないです。まあでも、あの、あれだけホーム開幕戦の福島戦でもうドッピシャストライクがあったんで、はい、もうあれがあれば今後の始球式人生は一生語れるんじゃないかなと思いますよ。でも本当に一生ものの思い出がもう一個今日またいただけたので、うん、なるほど、嬉しいですね。いやー、ナイスバッティング、素晴らしい、初球センターの前、あー、打球が良すぎて二塁ランナー三塁ストップ、初球、いや素晴らしいですね。さっき言ったフォアボールの後の初球、新潟バッテリーは変化球から入りました。なるほど。栃木バッテリーはまっすぐから入りました、打たれました。なるほど。
そういうことですね。野球はやっぱり確率が高い方を行くと、やっぱり可能性としてまして、今の中村さん情報があれば、もう少し慎重に入っていいのかなっていう場面、はい、してやったりですね。ここで奥田選手も調子がいい、うん、そうですね。奥田選手、今日この試合始まる前までは3割5分9厘、はいはい、すごい。5月29日の試合は3安打2打点猛打賞もありますしね。これでも難しいところでね、ボールから入ってしまうとまたどんどん不利になってくるので、やはりピッチャーっていうのはカウント球って大事なんだなってこう改めて気づかされますよね。バッターが有利なカウントの方がやっぱり、また当たり前ですけど打率がいいので、そう考えるとやっぱりカウント球、ただ安易に入るとああいう風に打たれる、だからといって慎重にいってボールが増えれば不利なカウントになって、まあバッターが打ちやすい張って打てるようになるっていうね。この辺が難しいピッチャーでも、いかにいいカウント球を1つ2つ持っているとやはりどんな場面でも抑える確率が高くなるっていうね。はい、実況じゃなかったんですか。そうですね。ツーボールワンストライク。奥田選手非常にバッティングいいな、逆方向にもしっかり打てるんで、これはね、この場面大きいですね。外一辺倒とか、まあちょっと外勝負となったとしてもついていけるだけの技術があるんで、ここはもう1点取れる確率が高いですね。バッティングカウントですね。はい、ああナイスバッティング、低めのナイス奥田選手。わあ、もう一人帰ってきた。2人帰ってきて、タイムリーヒット、奥田選手。素晴らしい。ちょっと低めの難しいボールだったんですけど、今中村さんが言った通り、右方向意識のセンター前。素晴らしい。奥田選手、素晴らしい。いいですね。リプレイ入ってますね。はい。選手も足早いですね。早いですね、うん、すごい。いや素晴らしいですね、これはね。この2番、3番、脅威ですね、うん、今日は。私の解説いいですね。いいですよね。そのままなるようになりましたもんね、今ね。いや、試合前に奥田さんにちょっと、そう言うから右側の方打っといてって。さすが、さすが。きっちり。ということで、試合終わりに橋上監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。いえいえ。まずは今日は9対5ということで、はい、今日の感想一言いただけますでしょうか。今日の感想ですか。はい、そうですね。まあ、先にね、序盤に4点取ってね、ちょっとまあうちのゲーム展開というかいい形で進められるかなと思ったのも束の間。はい、次のイニングでいきなり逆転されて、さらに追加点取られて。来たはずの流れがあっという間に向こうに行ってしまいましたね、であとはもう正直言って防戦一方のような形になりまして、うん、まあ、残念ながら、勝ちを感じられたのは一瞬でしただけでしたね、うん、3回の裏の4点だけ。そうそうそう。まあさすがに4点で勝てるとは思ってないですけども、はい、まあちょっといい流れで試合できるかななんて思ったんですけど、まあそうは簡単にはいかなかったですね、うん。まあ、今シーズン結構ピッチャーこうボール先行でフォアボール与えてチャンスを相手に与えて1本出るみたいな試合が結構多いんですが、今日もね高橋投手ちょっともったいなかったですよね。まあそうですね、まあ、もったいないといえばもったいないんですけど、まあ、残念ながら現状実力はそんなもんって思った方がいいです。だからまあ、ただまあ悲観することなくまだ若い選手なんでね、はい、まだまだこれからその伸びしろという部分で期待している選手なので、だからまあ今日の結果はまあまあ結果としてしっかり反省してもらって、まあ、次に対してちょっとでもこれが生かしてもらえる、ようにしてもらえればいいと思うんですよね、はい。マッシーからも聞きたいことがありました。いや、試合中って私監督ってベンチの中からずっと見てるっていうイメージがあるんですけれども、うんうんうん、監督って結構サードのコーチャーの方にいたりとかファーストの方に行かれたりとかしてて、 そう、ね、それはなんか近くで見るっていう。そうね、まあ、NPB でも、はい、一応両方のコーチャーズボックスに立って、はい、で、なんていうかな、特にサードコーチャーって1点を取るか取らないから非常に瀬戸際の、ジャッジメントが求められるところなんでね、はい、そこをやはり選手に任せてしまうのはちょっと違うかなと思って、だからできる範囲はまずサードコーチャー行って、
ただやっぱりゲーム終盤とかになってきて、はい、選手交代とかいろいろ細かいのが出てくるときは、はい、その何だろう、今日だったら例えばホームが一塁側なんでね、はい、一塁側のベンチに近い方のコーチャーボックスに立って、はい、まあ、声が届くところで、はい、ベンチに控えてる選手にちょっと準備をさせたりとかいうことで、ちょっと一塁と三塁をこうコーチャーボックスを分けたりはしてるんですけどね。なるほど、はい、あとなんか日焼け対策を結構日焼けそうね、結構すっごい暑い、うん、ね、そうなんですよ、格好されてるみたいなんですけど、まあまあ、いやまあ確かに日焼けはね、はい、私もそうですね、こんがりきつね色っていう年じゃないんで、しっかりなんだっけ、色塗ってます、日焼け止め塗ってますけどね、昨、はい、まあ、シーズンだってなんかもう顔も出ないぐらいの勢いですごいなんかスキンケアされてましたよね。そうですね、はい、まあ去年、まあ、確かにしてましたね。でも、あんまりやってもダメですね。あ、そうですか。まあ、もうだからもう日焼け止めを塗る程度ですね。今はね、いや、それだってね、炎天下の中コーチャースボックス入るわけですからね。まああまり暑くなってきたらちょっと考えますけど。ということはじゃあ今日暑さに任せて、あれ選手が三塁いるなみたいなね。いやいや本当そう。あんまり暑いとね、ちょっとさすがにほら、今本当に身の危険を感じるような暑さになるじゃないですか。そうですね。でそれいう時にはちょっと私自身はちょっと。下がります。ベンチの中でゆっくり考えて指示を出して、出していただく時もあるかもしれないですね。なるほど、うん、どうでした？2回目の始球式マッシーでしたが、ご覧いただきましたか？今日はね、投球フォーム見てたんだけど、はい、非常にバランスが良くなったですね。あの後練習をしてきたんだなっていうのを感じれました。ありがとうございます。うちのピッチャーよりもなんかバランスがいいなちょっと思ってたんだけど自虐的な本当にありがとうございます。ね、しっかり足、一本足になって、はい、しかし、よく届きますよ、ちゃんとね。はい、なんか、頑張って、中山さんの指導もいただきながら、中山さんの指導が、そうで、今度、なんか、橋上監督が打席に立ってください。あ、いいよ、出だしでいいんだったら立ちますから。あれ、ちょっと待って、この流れって何？ 3 回目もありっていう流れなの？完全にその流れで、実際ないけど。でもし何か今後機会があったら、いや、全然いいですよ、何回でも。はい、今日もね、だから寺内監督に立ってもらってね、はいはい、まあ、打つのもいいんですけど、ちょっと危ないんでね、やっぱりね、年頃の女性に万が一ね、ボールが当たったりなんかしたら、取り返しのことつかないことになるんで、バントさせてもらいましたけど、まあ、私もまあ、バントぐらいではできますけど。まんざらでもない、打席に立ちたい感じが。親子対決。いやいやいや、親子じゃないんだけど。あれ親子じゃないけど、まあいいですよ。今日思ったんですけどね、スタンドでね、彼女のそのプラカードとかなんか、うちわ持ってですね、はい、ファンの方がいっぱいいて、あーと思ってこう見てたら、その横にね、中山大って。気づかれました？あれでも仕込みでしょ。いやいや、仕込みじゃないんですよ。いないの？本当に？本当に、本当に私のファンの方が多分、中山さんのうちわを作って。あ、そう。手のこんなことしてるなと思ってたんだけど。逆に中山さんから監督に何か。いやー、なんかさっきの聞いて、もうなんかすっきりしたんですけど、なんかそのやっぱり選手、若い選手がこう伸びる時間をやっぱり監督見てらっしゃるっていうのを聞いて、なんか安心してしまってなんかやっぱり部分的に解説とかさせてもらってると、いやー、これ足りないな、これ足りない、これ足りないって、やっぱりこう丸いところばっかり見えてしまって、そこの部分をね、こう、そういう目で見てくれる監督であれば、な、選手はやりやすいだろうなと思いながら。そうね、まあ、なんていうのかな、まあ、同じその例えば NPB と BC リーグがあって、うん、まあ、これもその、例えば NPB でも1軍、2軍、3軍があって、で、まあ、BC リーグでもやっぱり、そのなんていうかな、チームの、なんていうかな、考え方っていうのはそれぞれあると思うんでね、だからどうしても勝ちにこだわって戦うっていう、まあ、BC の中で、うん、そういうチームがあってももちろんいいと思うし、ただ残念ながら、まあ、残念ながらって言い方がおかしいんだけども、全部が全部そういう考えではないっていう、まあ、もちろんその、ね、応援していただいているそのサポーターもいるんで、一生懸命やって、いくらも多く勝つ試合をお見せしたいっていうのはあるんだけども、ただその中に、やっぱり今言った我慢しなきゃいけないとか、まあ、この成長のためにはちょっと目をつぶなきゃいけないとか、まあ、打たれるかもしれないけども、まあ、使わざるを得ない。そこはやっぱり育成というものもやっぱり踏まえてやらないと、まあ、いけないリーグだと思うし、まあ、このチームは基本的にそういう考えでいるので、ですから、まあ、例えば NPB から、ね、戦力外になった選手を例えば
ね、BC でも何か入れてるチームあるけど、うん、確かに彼らはこのリーグに入ってくればかなりの活躍がするんだけども、うん、ただそれはそれでうちのチームとしてはちょっと合わないかなっていうところが、うん、だから比較的まあ高校での、まあ、今日の高橋なんかもそうだし、地元の高校出て1年目のピッチャーで、そう簡単にやっぱり通用するなんていうのはこっちも思ってない、うん、ただやっぱり、投げることでいろんなことで得ることができるので、うん、それをやっぱり、少しずつ糧にして、成長してもらえれば、でまあ、将来的には NPB に行けるような選手になってくれればっていう思いで起用してるんでね、ちょっとそういった面では、なんだろうな、ちょっとその、物足んないとか不満に思われたりとかいう方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう考えがあるので、まあ、この場をお借りしてちょっとすみませんけど辛抱していただければというふうに思います。私もだいぶ辛抱してますのですみませんけど、一緒にあのちょっと温かい目で見守っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ご覧いただいている方にもメッセージいただきましたんで、じゃあ最後マーシーから、うん、ちょっと監督頑張ってとね、また明日も試合あるよということでちょっと一言いただいて、ね、締めたいと思います。はい、マシどうぞ一言何か、始球式もう一回やらせてでもいいですしなんか最後監督に、ね、お願いします。パパ明日も仕事頑張ってねあ、いい、これ最高の癒しに癒しでなんかファミリー感出るじゃんね、はい、でも本当に私始球式の前に橋上監督とお話がちょっとでもさせてもらえるだけですごく心が落ち着くんですよ、はい、安心感が。それね、選手に言ってあげてくんない？投げるピッチャーに言ってあげてくんない？はい、言っときます。同じぐらいの年のピッチャー何人もいるわけだから、はい、ちょっと言ってあげて、はい、もっと今日橋上監督にお会いできるのが楽しみできました。なんか逆になんか俺の顔見るとプレッシャーを感じるような選手はそうかもしれないですね。逆なんだけど、ね、選手にパパって呼ばせるか。相手チームがこんなチームだよ何を言ってんのってなるこんなチームだよ。いやでも本当明日からもまだシーズンもどんどん暑くなってくると思うので、ね、うん、体調には気をつけて。そうですね、まあまあ試合目数も残ってるんでね、はい、試合でも多くね、勝って選手が少しでも成長できるようにね、はい、まあできる範囲しっかり指導していきたいというふうに思います。はい、はい、ということで新潟野球チャンネル全体でね、うん、監督そしてチームを応援しますので、はい、今後とも一つよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで橋上秀樹監督でございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また応援よろしくお願いします。